イオンおのみち店は、広島県おのみち市に、かつて存在した、イオンリテールが運営する総合スーパー。跡地に2020年9月18日に開業した、イオンスタイルおのみちについても、本校で記述する。東洋線尾のみち工場跡地に1979年5月に、株式会社日井が、日井尾のみち店として開業した。 日位としては、小野道室地道1-1-7からの移転開業であったが、小野道駅から徒歩県内への大型商業施設の出店となり、出店に際しては、地元商店街が自営商業者の制御権を掲げて、法廷闘争を展開するなど激しい反対運動が繰り広げられた。1994年6月25日にマイカルによるリブランドが行われ、 当店の店名は、おのみちサティへ変更された。さらにマイカルが、イオンリテールに吸収合併されると同時に、営業していた、サティ店舗をすべて、イオンへ転換したため、当店も2011年3月1日に、イオンおのみち店に変更された。店舗の老朽化などにより、2019年2月28日19時30分を、もって閉店。 尾道市中心市街地からスーパーマーケットが消滅した。跡地は、宝霊弁が土地を一括取得。宝霊弁とイオンリテール、DCM 大器の3社による、小住一体開発プロジェクト、尾道市天満町プロジェクトが進められ、イオンリテールと DCM 大器がそれぞれ店舗を新設し、宝霊弁が、マンション、霊弁、おのみちザ MID を建設する。 建て替え後、2020年9月18日に、イオンスタイルをのみとして、跡地の一部に開業した。平屋建てで食品のみの営業となり、売り場面積は3333 33平方メートルと建て替え前より縮小した。オンラインショップである、おうちで、イオンイオンネットスーパーで注文した商品を店舗で受け取りができる、店舗受け取りサービスと、 店内で購入した商品を当日中に自宅に配送する、その日に届くんイオンの即日便を実施する。前日には隣接して DCM 大輝おのみち店もオープンしている。1894年におのみち市の近隣の織物業者への糸の販売を目的に小西商兵商店を開業した小西商兵が日露戦争の勃発を受けて 食婦の生産に参入し、小西ホ布ノを開業したのが始まりである。この小西ホ布ノは折鶴院の商標で知られ、鈴木商店の協力を得て、関東地方にまで販路を拡大した。小西ホ布ノの創業者である小西商兵は、1918年11月に石塚彦助などと共に発起人となって、横浜財界との共同出資で、 資本金150万円の横浜ホヌノを設立し、翌年1919 19年に小西ホヌノは横浜ホヌノに九州合併されたため横浜ホヌノを道み工場になった。1943年9月には横浜ホヌノが東洋アサイト宝石と合併して東洋繊維となったため東洋繊維を道み工場になった。この東洋繊維は 第二次世界大戦中は軍需へ特化したため、1944年3月に東洋航空戦維と解消した。第二次世界大戦終了直後の1945年10月に、社名を東洋戦維に戻して、漁網糸などの民需の生産へ事業転換をしている。ありがとうございます。